こんにちは、きくり姫よ。今日は格安戸建て賃貸住宅で起こっているクレーム問題についてお話しするわね。岩見沢市貸家に短期入居してきた40代男性家族。その家族から恐喝まがいのクレームを入れられてて本当に参っているわ。始まりは5月の初め、短期入居の入居者さんから連絡があったわ。大家さん、入居者ですけど水道から水が漏れていて困っています。お湯も使えません。何とかしていただけないでしょうか。そこで投稿者は契約書を再確認したわ。契約書は現状貸しとしていたし、入居前に完全に直していたんだけど、かわいそうになってこちらで直してあげることにしたの。それがまず大きな間違いだったわね。ここはきちんと調査して見積もり合わせして、お互いの負担を協議してから修繕するべきだったわ。リフォーム業者さんに至急行ってもらい、調査した結果、以前に直した別部分から漏水していたわ。そこでこれ以上入居者さんに負担をかけるのは悪いと思ったので、配管を全部取り替える提案をしたわ。でもそれだと時間がかかるでしょう。応急処置でいいから今すぐ何とかしてください。本当はそこで全交換したかったんだけど、かたくなに拒否されたわ。全部の配管を交換するのに約30万円ほどかかるわ。でも応急処置してほしいとのことだったので、8万円で水道管を補修したわ。大家負担でね。でもその工事が終わった次の日、今度は給湯管から水漏れをしている。ここも直してくれ。一体どうなっているんだ。玄関も作れないし、お風呂も入れない。負担してくれるんだろうな。一度ゆっくり話をしようや。明日の夕方こっちに来てくれ。ここからもうおかしいことに気づいたわ。だって投稿者だけが悪いわけじゃないもの。お断りします。電話で十分でしょう。ここで契約書を確認するため電話を一旦切ったわ。もう一度電話すると、今度は不思議な提案をしてきたわ。お宅のリフォーム業者は信用できない。こちらでリフォームを手配して請求書を回すので払ってくれ。それはお断りします。こちらが指定した業者で直すので請求書を回しても払いませんよ。下手に任せてしなくてもいい工事されたり、弁当代とか入れて請求されても困るので、しっかり断ったわ。そしたら次の日また電話かかってきたわ。大家さん、おいこら、いつになったら水道直んのよ。来た、統括だわね。そう思って録音することにしたわ。ちょっと録音しますね。そう言ったらすぐに電話切れたわ。そしたらまた電話かかってきて、大家さん、修繕よろしくお願いしますね。というわけで前半はこんな感じ。給湯が使えなかったのは入居者が契約してなかったからよ。後半は仲介業者と修繕業者を交えてさらに問題が大きくなっていくわ。乞うご期待よ。